やれるか、これいける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 、ワンチャン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 、頼む頼む、あとちょっとあとちょっと、これでこれで決まっないか、いって余っちゃった、いって余るか、いけないか、いけるいける、これもしかしていける、ようやくいける、これいけたんじゃね、おっしゃ、ようやくだよ。何分かかった、あ、20分くらいかかったな、あーよかった、申し遅れました、みんなの悪夢、これもこの挨拶やめたのごめんなさい。獣穴ぶたかと申します、イボミシルキョ、今回もね実況していきましょう、龍脈のアナザーアイドス R、 よろしくお願いします。前回の続きの前にね、このゴブリの襲撃6ね、自分の動画を確認して、あ、これもしかしてこの作戦でやればワンチャンいけんじゃねって思って、まあ、ちょっとチラッと見えたと思うんですけど、あ、後ろじゃなくて、これもタワーオフェンス戦法ということで、敵陣近く、特にスライムが大量に出てくるところの近くに置くことと、あとですね、今回の決め手になったのがアルカナですね。アルカナの効果ね、正直まだ把握しきれてない部分あるんだけどね、ちょっとお見せしましょう。あ、お見せできないか。まあ、じゃあ、口頭で説明していくけどさ、このアルカナね、アルカナ効果がブロックしてない敵を攻撃した場合、攻撃力プラス 10% と、あとスキルの方で攻撃力プラス 30% っていうのがあったんですね。これを使うことによって火力を上げました。なので今回エレンさんじゃなくて、そう、結構ロマネスがね、回復優秀すぎて、ロマネスがいればなんとかいける。また今回ね、敵遠距離がいないから回復役がやられるっていうのもないから、そういった部分を踏まえて、回復役を2人じゃなくて1人 でロマネス範囲内全員置けば、金スキャラも全員生き延びれるなって作戦を思いついたんですね。自分の動画確認したところで。というわけで、その作戦と、あとアルカナ、今回サポート、攻撃力を上げるサポートをうまく活用した結果、ギリギリなんとかなりました。そのままタワーオフェンスとして敵の近くに配置、で、攻撃力アップ、アルカナ効果でブロックしてない敵を攻撃した場合、プラス攻撃力アップするんで、そこで、そう、あの、なんだっけ、名前忘れちゃう、ライだ、ライとバルボロスで遠距離からでブロックしない敵に攻撃力アップ、さらにアルカナのスキルによって、さらに攻撃力アップとかで、でそれによって、うまくギリギリやれました。いや、すいませんね、以前ちょっと言い訳でね、でこれ、パーティーメンバー、近鉄だと1人、2人いねえときついぞっていうお話をしてしまいましたが、そんなことは、まあ、あるっちゃあるんだけど、ギリギリね、獣だらけのパーティーでもなんとかやれるっていうのを僕は証明しました。というわけでね、もしあの攻撃に困っている方がいたら、僕のタワーオフェンス戦法ね、あの冒頭でちょっとちらっとお見せしたと思うんですけど、ああいう感じで敵陣近く、特にスライムが大量に出てくる近くに、あのね、自分たちのね、軍隊配置すれば勝てますということをお伝えします。というわけで、ね、続きやっていきましょう。無限のモーガン2。よし、やっていくぜ。以前これでフリーズしたんだけど大丈夫かな。結構ね、リュートがね、優秀なんだよな、リュート。僕だからリュートちょっと好きになってきちゃった。なんていうか、服装が一致なんだよなっていう。僕が好きな服装。あー、来た！またさっきと似たような人気になってんな。今回はどうする？この作戦は、リュートか、リュートどこに配置する？これ。ちょ、難しい配置なの、ここ。ちょ、今回もタワーオフェンス？いや、いけねえんだよな。いやー、悩む。まあ、やけくそだ、とりあえず。とりあえず、やけ。よし、オッケーオッケー。で、アモレ、アモレ、この配置今回難しくね？どう配置すればいいの今回。これでいいのか、わかんねえ。どう配置するこれ。めちゃくちゃ難しいぞ、今回、配置が。アモレ、後ろに配置しよう。これかで、こういうことでいいのかな今回。自信がないぞ、今回。あー、そうやって、行っていくのね。ちょっとやらかしたかもしんねえ。こっから攻撃してくるかと思ったら、そういうわけじゃない。ってなると、アビタカやるしかねえな。アビタカ頼む。あ、これ配置ミス作戦な。いや、まだいけるか、意外といけるかもしんねえな。ちょっとやってみるか。ここでさりげなく攻撃入れていく。ナイス。よし。で、さらに、ライもこういう配置にしとくか。ちょ、これでいいのか、ちょっと今回自信ない。ちょっと、あまりにもこの陣形はちょっと見たことなさすぎて、ちょっと怖えな。うまくいく気があんましないんだけどさ、やるしかねえよな。回復薬も入れる。今回はロマネスより、あれかな、エレインさんの方が効果発揮するかもしんねえな。で、問題どっちするか。いや、ここはライが重要だな。ライの方重要だから、ライ回復も、あ、ライ回復できない。あー、なるほどね。ロマネスさん出すのが一番かもしんねえな。やべ、けどまあ、ライが回復できないけど、いや、ライを回復させる必要あるよな。こっちやな。よし、これで4人回復だ。オッケーオッケー。さあ、そう、ちょっと配置だいぶミスったな。ちょ、一旦退散させるか？てか僕、今気づいた、これ、退散マークだ。これを、やることに、あー、待って！
リキャストに1分かかんの？それは聞いてない。マジかよ、今初めてしたコマ。握りコマンド皆さん気をつけてください。リキャストに1分かかるようです。ちょっとやっちゃった。やばい、今回泥沼すぎる。勝ちはいい。勝てばよかろうだろうだ。やるしかねえ。やべ、バルボロス出してえな。どうする？アルカナ出しとくか、とりあえず。アルカナ効果ってさ、この範囲内の敵に対して攻撃力が10倍になるのか、この範囲内にいる味方がブロックした敵を攻撃した時に10倍になるのか、未だに判明しないんですよね。多分ね、僕の予想ではちょっと範囲内の味方だと思うんだよな。そこにちょっとかけていきたい。そんな自分がいてもいいじゃないか、ホトトギス。やーべ、ちょっとキャラクターが足りん。バルボロス頼む。やーばい、マジで。操作ミスった。この兵団たち、帝国兵たち、意外と強くはない。ちょっとバルボロスやるか。バルボロスをどう配置するのかもまたな、あれなんだよな。こうしちゃ、いや、これでいいだろう。いや、これよくなくない？ちょ、むずい。バルボロス配置が難しい。なんか下が多いんだけど、上も来るかもしんねえから。今日回り込んでくるからさ、バルボロスをここに置いとくか。オッケー、これでいこう。下から来ることもあるんだよな。よいしょ、とりあえずアルカナ攻撃力アップ、回復はいけるいける、防御力アップ、オッケー。アルカナも結構ね、慣れてくると優秀なんだなってのは思った。あ、やーべえ、やっぱリュートここに必要だったか。やばい、リュートかも、もういないんだよ、お前以外。お前があそこ配置できるやついないんだよ。僕結構遠距離でキャラ多いからさ。ライターの、うわ、上からも来ちゃった。バルボロスさん、ここやるしかないですよ。覚醒 SE の音ちょっと実は下げました、今日ね。バルボロスのね、召喚の時だけ音がクソでけえだけでね、基本そんなに大きくないんだよな、元が。これでいいのかっていう思う自分もいてるんだけど、やばいやばい。攻撃力今 30% アップしてるから。いけるか。リュート、はい来い、リュート来い。お前結構頼りにしてんだよ。半獣人っていうところで最初泣いちまったけど、結構お前のことは頼りにしてる、最近。やばいんだよ。いや、まだ、溜めて、大量来たところで、ボーハー。ボーハーじゃねえよ。おし、オッケーオッケー。ナイスナイス。ああ。よし、何やかいで沼ったけど、なんとかなりそうな気もするな。よし、アビタカ攻撃アップさせる。そう、バルボロスもね、シールド2あるんで、ちなみにこれがやっぱ敵をブロックできる回数っちゃ回数なんで。あ、やべ、ミイラめっちゃ来た。よいしょ、攻撃アップさせとこう。ミイラめっちゃ来た。ここがね、ブロックできる回数。だから、バルボロスとアビタカは2体までならブロッキングできるっていうことですね。賢いですね、アビタカさん。コメントを教えてもらったけど、僕もちょっと薄々思ってた。予想があっててよかったです。覚醒はまだか？まだな。あ、やっちまった！操作ミスはうんちが漏れますよ。ちょっと、やばい、こいつ絶対強大的だよ、今日。今のところ HP 回復も順当にいってるから、結構うまくいってんだよな。あと3体ならいける、ブロックもできる。ナイスナイス。あとはこのガチムチミイラ男がどんな感じなのかによりけりなんだよな。よし、あ、なんだ、そんな強くなかった。さいなら。よーし。だいぶ沼ったけど、勝てるもんだな。もう、この戦い僕どんだけ沼ったんだ今。さあ、いい汗かいた後にはぜひぜひ大浴場へ。私は残りで結構。ピクシブで調べたらね、ロマネスのね、まあ、R18 って言い切れるわけでもない。R15 から17ぐらいのイラストがありました。エッチでした。ロマネス、やっぱこの胸筋ちゃんとあって、その上でお腹があるからね。ちょっと、ビールパラってのが気になるけどさ、ちゃんと筋肉あるのが僕好感度高い。よし、ロマネス結構優秀なんだよな。よしよし、ちゃんと保湿さん無難にクリア。お、ようやくストーリー読める。行きましょう。リオへ。ここどこ？城内をアンデッドと兵士の乱戦によって破壊し尽くされていた。勇者が平和を願い、竜王から取り戻したはずの陽光は今や、人々笑顔ではなく、血と火薬の匂いが混じる、土ぼこりを照らしている。悲しいなぁ。アビタカ、俺はこのような未来のために戦ったわけじゃねえんだよ。ヘリオンは己に付き従う数少ない兵を連れ、カフカは少しでも遠くに逃がすために奮戦したが、その中かもたかった。お前ももう無理か。お前のその際どいさ、下半身のズボン、機動力重視しすぎだろ、これ。素早さマックス値だよ、こんな服装。の割にはここだけごついからな。ムラが激しすぎるっぴ。もうちょっとボクサーパンツも良かったんじゃないか。ジャラマ、遊戯感覚でヘリオの一体を竜王のままで置いてつながら、兵士を一人一人着実を葬っていく。うわぁ、死人を出さえてくれ、ジャラム。空の玉座や周囲の高価な武具などを気にするそぶりは一切なく、ジャラムの興味はまっすぐヘリオに向けられてきた。なかなか好敵手だったか。いやー、ジャラムエッチなんだけどなー。ちょっと、悪役面すぎんだよな。ほんと、見た目通りすぎる。なんか、実はツンデレですみたいな落ちない。実は、我が輩そんな残虐なことできないでござるみたいな。そんなこと言ってくれたら、僕めちゃくちゃ燃えるんだけどな。ジャラムがエッチに浸った瞬、あ、一瞬。ヘリオンは予備の探検を胸元から素早く取り出す。自害するなよ。切っ先は目の前に敵だだけ、自らの首に向けられてた。そうきたか。
刃が血管を裂くよりも先にジャルムが繰り出されて魔法の鎖がヘリを捉え動きを封じる。ギリ生きてたか。催眠ですか？催眠ですか？さすがになんかね、人間の催眠は獣の僕には刺さんねんだよな、別に。獣の催眠、獣の催眠は別にそこまで刺さるかって言われたら、僕そんな催眠の性癖はねえからな。毒性癖あります。なんかポケモンの同人誌とかなんか毒状態で、あの陰薬効果があったり、あとぐったり状態になるのは好き。催眠系はね、そこまで性癖刺さってないっていうのがある。神話国の神と王、二人はまるで王や権力というものに興味がないように見えた。こういう余裕がある人が成功するんだと思いますね。余裕あるかこいつら。そうだ、逃がしてたろ、ザハロフ。ザハロフも確かエロスキンあるらしいんだよな。いや、なんかにおい、これは威嚇祭とかそういうこと言わねえよな。不意にジャラムの鼻をかすめた、焼きたい服と肉の匂い、出所を探るよう周囲を見回しながら極大歩みを進める。これもしかして僕の服僕の服だから。アビタカの汗臭い匂いやめてくださいよ。階段近くまで来ればすぐに原因が判明した。隠し扉とそこから、這い出す途中で近づきたであろう帝国兵の泣き殻がすぐや。帝国兵かよ。強力炎の魔法攻撃を受けたのか。まだ体痛いところが、炙り煙上げてる。これあれかな、バルボロスの魔法の力がまさかやっぱ濃いんだ。助けて。黒い竜と竜神の戦士アビタカと申します。よろしくお願いします。竜神の戦士と化しましたアビタカです。残念でした。アビタカ未来を変えちまったんだ。粗末な心臓どういうことどういうこと、粗末な心臓って。粗末なチンチンとかそういうさ、粗末なものっていう表現はよく聞くんだけどね、エロ同人誌で。ジャラマ力任せにザハロフの胸ぐらをつかむ。そこに普段の余裕は見られない。いいよ、なんか焦っちゃってるジャラム、いいよ。対するザハロフは冷静に、目前の神を見つめ、悟すように語りかけた。まだ近くにいるはず。お、こいつら戦う未来はもしかしてあるのかもしんねえな。いやー久しぶりにあれだな、お話を読めた気がする。戦いの記録いいね。戦いの記録結構手に入るな。あんま経験値上がんないんだけど、お、一気にステージ変わった。これもうやり残したことねえよな。よし、オッケーオッケー。ここ0の15を無限のモーガンと言っておきながら、別にモーガン出てこなかったんだけど。よし、龍脈に集う者たち。お、龍脈来た。龍脈アナザーエイドサール。タイトル回収ですか。いやー、これは手ごわい敵兵士たちの襲撃。空中からも出てくんだな。いろいろ考えねえな。近接と、また今回も大変だ。もうこの状態からでも大変さが伺えるけど、超えるしかねえよな、アビタカ。やっていこうぜ。アモリ君がいれば大体なんとかなると思ってるからな。さっそストーリーも読んでいく。イェーイ、アモリ君の笑顔。見て、アイスブランド船だ。僕の演技力も板がつきましたね。お船見るの初めて。僕、アモリ君のおちんち見るのが初めてかもしんねえな。見せてくれよ。林を抜けた海岸沿い、ずらりと並ぶ船団を見て、アビタカをまだ走って声を上げる。今日、神々なのはね、てか、アビタカが不調そうに見えるのは本当に申し訳ない。今日ね、頭痛んだ。頭痛くて、休んだんだけど、まだ頭痛くて。そう、それのせいで僕、今日のね、卓球の予定もね、頭痛すぎて結局欠席しちゃったしね、結構泣いてるんだよ、だいぶ。リューバックアナザイドサール。もう、アモレイ君を見てね、癒されるわ。けど、なんか今日、神々だったりするのは、ちょっとあの、頭痛すぎて、あんまし頭が回ってないってことです。よろしくお願いします。船の、ホフなのこれ。ホフでいいや。ホフに掲げられているのは幼い頃より見慣れた文章。間違いなくパイツブラの一団だ。あ、バルボロちっちゃくなってる。なんで俺の船の船、あ、もう、カミカミだよ、今日。今日、ほんと絶不調だな。テンションは高いんだけどね。頭痛が治ってきて、テンションは戻ってきたんだけど、あの、頭が回んないせいで、滑舌とか、読み間違いとか、頻繁すぎる。俺の国の船だぜ。当たり前だろ。心配すんなよ、お前も乗せてやるからさ。あ、これ乗せてもらえるかな。あ、エレインがいるなら大丈夫だな。よし。こんにちは。パイスブランだっけ。パイスブランの兵士さん、お疲れさんです。わ、俺はパイスブランの冒険者です。竜を討伐するためにこの島を訪れていて。まあ、怪しいよな。証拠たんの？護衛の弓兵が一本の矢を引き絞り、センターアビタカに向ける。その顔には、反流の警戒士がありありと浮かび上がっていた。アルビデリシ！ある冒険者手形ならここに。アレック死にましたけどね。すいません、アレックは死にました。二人は冒険者ギルドの紋章が刻まれたコインを取り出し見せた。これは主に、ならず者と冒険者を見分けるようと使われる身分証である。
よし、ならオッケーだ。まあこの姿びっくりするよ。あのそこにある船、父さんのモーガン大臣の船ですよね。大臣なら俺が怪しいものじゃないって証明してくれるはずです。とか言って、これ戦わねえよな。無限のモーガンと戦わねえよな。お体触りますか？あ！いや、モーガンいいやつか？厳しく指導してきたっぽいけど、やっぱ、こうしてみるとやっぱ気になっちゃうんだな。やっぱ息子が気になるか。息子が可愛いか、カカロット。よし、なんとかなりますか。モーガンが黒いエメラルドを握り、治癒の魔法を自身にかけ始める。だが、モーガンも寿命が来たか。栄誌を終える前に石はひび割れ、全くにボロボロで崩れ去った。破片からおびただしい量の黒煙が噴出し、モーガンの体を覆い隠す。モーガンが闇落ちになる。マジかよ、ここでかよ。お前マジか、お父さん。黒煙は膨らみ続け、今や戦室の隅々は充満していた。意志を持っているのか、モーガンとその側近の兵士で絡みつき、目や鼻から内側にじわじわと侵入していく。こういう描写、口から侵入するとか、お尻から侵入してくるのが結構好き。ああ、闇落ちしちゃってよ。誰だ、ゲハゲハって。グラララララ、白ひげ。あ、ジャラブだ。交流です。やべえな、アビタが身元を確認ができるまで間。睨みは続けている一行と、パイスブランの調査兵団。その沈黙を破り、アンバードン軍がアビタたちの背後から現れた。これ1対2じゃねえ、もはや。片翼の竜児と小さな竜、想定から大きく外れたその姿に、ジャラムとザハロフは困惑を隠せずにいた。受血しました。よく知ってますわね。な、エレンを連れ戻してきたわけじゃないのか。なんで俺が。すいません。なるほどな。パイスブラの兵と合流しよう。船の方へ早く。そのパイスブラもやられてますけど。アモレ気になるよな。保護するよ。アビタがエレンの手を取り、駆け出そうとしたその時、バルボロスが小ぶりな翼を広げ、3人の行く手を塞いだ。何言ってんだよ、エレンのお父さんとなんて戦えないだろ、今逃げた方が。何を持ってるとは。あ、この兵士も？バルボロスが放った火の玉。パイス、ブランの兵が持つ道具袋に着弾した燃えた、これ、底面、底面か。底面から複数の黒いエメラルドがこぼれ落ちる。これも結構やばいやつなんですか。これは味方だと攻撃するなって、この石がどうかしたのか。あ、父さん。パパン。だいぶ怒りてやがる。闇落ち落ちです。そんな、どうして、父さん、俺だよ。アビタカ。だよ。父親の姿を安堵したアビタカの顔がみるみる絶望に染まっていく。目を下された兵士たちへ目を向けると、みんな怯えた目で武器を構えていた。ああ、自分がどういう存在になりはってしまったか、アビタカがようやく理解した。いや、そういうことじゃないよ。大丈夫だよ。誤解が誤解を生んでいく。しかし、戦場で感情しちゃってる時間などあるはずはない。パイスブラン軍とアンバードン軍はほぼ同時に動き出す。国籍、種族、そして人と馬が交わる砂浜、さまざまな思惑があると、その目的はただ一つ。こういうなんか混戦状態で、なんかちょっと熱くなるような。ファイエーブレム、風化雪月もあった。神竜の力と人の脆弱性を合わせ持った奇跡の竜人、アビタが捕らえること。あのエメラルドのせいでお父さんが、今頃な、2対1で勝ちだったんだけどな。今度は海賊戦とは。めっちゃ奇襲来るじゃん。おおなんてまたまたガチムチな。ガチムチだ。海賊じゃないですか。やっぱ海賊はガチムチであると思うよ。腕がめちゃくちゃ大きい。僕もこんくらいの腕になりてえな。モブも可愛いんだなっていうのは言っておくよ。で、なんで海賊も。もうむしろ レオハートっていうんだ。もう海賊についてった方が実は安泰的な。こういう服装さ、なんかギリ落ち首が隠れるさ、こういった胸元さらし服、もうこういうのが一番正規に刺さるんだよね。なんか乳首ギリギリ見えないぐらいのね、こう襟というか胸元の拾い方がすんげえ好き。僕も真似てみたけど、僕胸筋がそもそもあんまなかったから、ちょっと恥ずかしくなっちゃったっていう。ほう、ロビンもいるのか。誰だよロビンって。こいつもガチムチャね。ちょっとね、絞られるかなんか、あの絞ってない時期のアメフト部みたいな感じだと思うけど、いいよ、それも正規だ。なんか絞ってるガチムチも絞ってないガチムチも僕は大好きだ。これはデブとは違うんでよろしくね。みんな勘違いしちゃダメだよ。よいしょ。なんで照れてんだよ、こいつ。ここだな、ここサムネイルかな、今回の。やっぱサムネイルもね、なんか進展がわかるようなサムネイルにしたいなと思ってるからさ、なるべくね。シンプルベストの中でね、ここまで済みましたみたいな。いいね。海賊、ロビンがめちゃくちゃ凛しい顔したからさ、海賊一番味方説あるよ。いいね、いいね。いいな、この広背筋。いいぞ。
このモブたちも実は仲間になりますみたいなないかな。おハイエナ系もいる。いいね、海賊っぽいよ。おじいちゃんお前もう負担が大きいんじゃないか。おじいちゃんお前はもう俺に任せ、先に行け。失礼なこと言っちゃったかもしんね。今ここで竜の力を奪う。奪えるもんなら奪ってみな。いやーちょっと待ってくださいよ。モブがなんか増えてきた。同じ顔しか見えない。今度は海賊、まずい、父さんの船か。はーい、油断はするなよ。新たな神、あ、僕が神なんですか、よろしくお願いします。僕が神となった暁にはね、毎日僕に新しい獣を同時してもね、そうだね、獣のみんなに持ってこさせたいな。また、いや、お前が一番強いんで大丈夫だよ。お前が一番頼りになるから大丈夫だ、アモレ。かわいいな、アモレイ君。よし。今回のパート最後かな。ざっとこれどう配置する？無難に行くなら上下なんだけど、こう前陣速攻でもいいんだよな。こっから挟み込む感じでするか。こうだな。ここ配置。タワーオフェンス戦法でいっか。ちょっと、やばいな。いやー、終わる。これ終わる。ちょ、強すぎる、ピー。あ、ダメだ、これ。あー、とうとう敗北になる。いや、ちょ、やばい、やばい。みんな死んでる、みんな死んでる。ここ、ドバイしていいかもしんねえな。負けちまってよ。行って、お前もひでえ顔じゃ、よし、やられ記念に写真撮ろうぜ。自撮りは怖い。まあ、僕も顔出ししてるんですけど、朝美奈ちゃんと9回復してくれるの、嬉しいわ。よし、ちょっとリベンジだな。前陣速攻でいきます。で、リュートが出てきたあたりで、あれだな。で、ロマネスさっさと出そう、これ。今回ロマネスさっさと出すの限る。よし、いけるいける。いいよ。前陣速攻でいきましょう。よし、今だ。増援出せる。あ、まだ出せなかった。もうちょい、もうちょい。オッケー。く、ギリ。ギリ触れた。違う、ロマネスを配置にするのはここか。ここ一番いいな。オッケー。で、主にリュートの方に行ってるから、パティを後ろに控えさせとくか。これでオッケー。よし、ロマネスの回復、ほんと優秀。で、そろそろアモレイ君も出すか。アモレイ君もここ。ナイス。いよいよ、結構タワーオフェンス戦法、今のところうまくいってるよ。回復がちょっと間に合わねえな、これ。じゃエレインさん出す必要あるな、これは。主にリュートが死ぬ、このままじゃ。だから、今回、アルカナじゃなくて、エレインさん出していく戦法でいこう。配置としてはこの辺かな。よし、オッケー。いいよ、これで。ロマネスとエレーンさんで、もう二重回復だ。これで、もうリュート死にそうだけど、多分大丈夫でしょう。待っていけ。あー、ロマネスのスキルが、あの、しゃ、なんだろう、画面の都合上出せないのが辛い。これ辛いな。OKOKOK。で、ラインも出しておく。いや、あるかなかな、いや、ブロックしてるからあんま攻撃力とかねえんだよな。ここは念を入れて、そうだな。ラインはこの辺だよな。いや、もうちょいな。ブロックの可能性、ブロックが、リュートのブロックがあんま少ないから、こういう配置でいっか。OK。いいよいいよ、前陣速攻いい戦術だよ。かなり極端だけど。よいしょ、リュートも使う。ロマネスのさ、回復の、そ、次に味方を回復するとき、味方2人で HP、自身の攻撃力の 100% 回復がさ、これ出せないの辛いんだよな。よし。で、ここはバルボロス。念のためこっちだな。もしアビタコ方面に来たときに、うまくブロックできるようにしとかないと。よし、オッケー。今のところいい感じだよ。回復も二重出して。かなり無敵の布陣で、超タワーオフェンス戦法だ。かなり極端。かなり極端だけど、これが強い。よし、アビタカの方に鍛える。ライもスキル発動していく。アモレも出していく。で、どうするか。お、動かなくなってきたぞ。こっから耐える息出てくるか。いいよ、今のところ順調だよ。一瞬で敵を葬り去る。リュートもね、攻撃力結構高めだっけ。攻撃力199、アビタカって攻撃力な351。あ、そんなリュート強くなかった。リュートそんな攻撃力強くねえんだ。え、けどなんかね、攻撃なんか早いんだよな。出が早い気がする。あれ、待って、パティが消えたの、なんで、な、お前なんで死んでんの。え、僕もし操作ミスだ。うわ、やっちまった。うんち。あ、そして空中の敵、え、ブロックできないの。待って、アモレブロック、ブロックできない。ブロック1って書いてあるじゃん。間に合え、間に合わない。1体逃した、マジか。あいつうざい、あいつうざいよ。誰か倒すな、ね、お前ならやれる、お前ならやれる。あ、ダメですね。あ、倒せた。ナイス。あ、お前攻撃力もあるんだ。え、ユリと攻撃力もあるの。え、それちょっと優秀じゃない。やばい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 。こっから一気にやるしかねえ。さあ、空中の敵も出始めるのは中盤あたりからな。オッケーオッケー。
出すとパティが出せなくなっちゃう。ねえ、バグってさ、ここすんげえ光ったままなんだけど、え、僕、やっちまったな、操作。操作ミスやっちまったぞ、おい。さっそう。いいよ、一瞬で倒してる。ここが辛いんだよな、空中の。空中の出どころが弱い。ちょっと、ブロック意外としてくんねえんだよな、もう俺。やばい、逃すかもしんない。バルボラ頼む。変身トゥアルフォーム。オッケー。最後の夫人、ユルトでよかったんだろうか。スキル時間中、敵の遅延に専念する。スキル時間中、もうスキル、使ってるじゃねえかよ、これ。曰く付きの宿主。結構攻撃力もあるならありがたい。よしよし、結構なんとかなるかもしれん。エレンさんの回復アームに発揮してる。アベタカも脱出していく。ギリギリ触れる。よし、回復20コーナー強い。あとは7体。オッケー。空中的。倒せ、倒せ。間に合え、やばい。ユルトいけるか、ユルト。お前が最後の鏡だ。最後の取り柄頼む。ユルト、負けるなよ。ユルト死ぬかもしんねえ。いける？あ、てか1点逃してんじゃん。やばい。あと2体なのに。ユルトが死んだなるほどな。うぜえ。なんで空中でブロックできるんだ。ブロック1にできんじゃないのこれ。全然ブロックしてくんなかった、飛行の敵。ファーク。ファックファクの身だ、マジで。今日意外といけない。タワーオフェンス戦法は OK。さあ、なるほどな。アムレイとライアン、もうちょい下げちゃっていいな。これは星さんクリア結構いけると思う。よし。そういう汗かいた後にぜひ大浴場。ロマネスの汗くせえ脇の匂いとか書いて。はぁ、ふざけーマジで。上から来んのね。なるほどね。こっち通るんだ。下から飛んでんだ。オッケーオッケー。上重視の方がいいな。こいつらこっちの道に逃げるんだよな。そういう作戦なんだよな。オッケーオッケー。はぁ、ファックですわ。ゆるとば死ぬし。見て見て、雪だるまそっくりでしょ。かわいいの。だいぶ逃したな、これ。うおー、だいぶ逃してる。くそ、後ろに中心にしたんだけどな、キャラが大変。やっぱエレンさんいらんな、これ。エレンいらねえや。オッケーオッケー、作戦分かった。一旦ここが1位撤退だ。星さんクリアは近いぞ、これ。嘘だ、オイラたち負けてないし、おめえを退散させたのは本当に僕のハンドミスだった。すまんかった。あれ星2になってる、なんで。あー、一体死んだからな、くそったれ。さあ、ラスト10体。こっからだぞ、こっから。こっからがやべえんだよ。ここ耐え切るぞ。ちゃんとロマネスのね、スキルも残してあるから。いや、まだ取っとこう。今だ、ここで、解放爆発、オッケー。さらにダメージ量。で、アモレ頼む。で、ライボを念のため速攻。さあ、あとここで、念のためロマネスを回復。回復も食。いけるか、こいつを倒すのと、あとバルボロス倒されないでくれよ。頼む。ギリギリ保ってくれ。よし、一気に、いけるか、いけるか、ギリギリいける、いける。アモレ頼む。おお、お前がやってくれたか、ユルト。ナイスだ。あと一度、ああ、よっしゃ。これなら星3だろう。ああ、終わったー。地味にね、別に難しいとは思わなかったけど、最後の最後、爪が甘い部分があって、変に沼ってしまったけど、なんとかやったぞ。今度こそ判断見誤らなかった。見て見て、行くだろう、そっくりでしょ。そっくりでー。まるでパディ君、おティンみたいだ。おティン、トゥインみたいだな。でけえな、みたいな、そういうことだろ、パティが言いたいのは。わかってるわかってる。皆まで言うな。よし。いや、何かで今んとこ、ちゃんと星さんまでいろいろとクリアできてるよな。うん、順調、順調、いい感じですよ。いや、それでは今回のね、リューメカアンザイドスアール、おそらくまた尺もね、ちょうどいいと思うんで、この辺で終わりたいと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。結構今、リューメカに集う者たちということでね、なんかタイトル回収的なものがなされそうで楽しみな展開でありますね。ぜひね、次回もご視聴してください。また、アビタカの他の動画とかもね、もし僕に興味持ってくれたら、見てくれたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いや、ちょっとこれ1時間収録するとブツブツになるようになるんだよな。うん、ブツブツ音が鳴るならやっぱ1時間超えるとこうなります。ノックスプレイヤーよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。